きになっちゃうラジオ。皆さんご機嫌いかがでしょうか。和楽器バンドボーカルの鈴花優子です。今日も始まりました日本が好きになっちゃうラジオ。今週も楽しくお送りしていきます。この番組はラジオの前のあなたと一緒に作っていく番組です。ぜひツイッターで感想をツイートして盛り上げてください。ハッシュタグは鈴花ジャパン、鈴花を漢字でジャパンをカタカナでお願いします。番組アカウント鈴花アンダーバージャパンのフォローもよろしくお願いいたします。和楽器バンドはですね8月27、8のパシフィコ横浜から、11月まで、約3ヶ月間全国ツアーを開催ということで、コロナの状況を見ながら歩んでいきたいと思いますので、この機会にぜひ近くに行きますので、皆様和楽器バンドとにかくライブが得意なバンドなんですね。でライブでしか見れないパフォーマンスが盛りだくさんなので、この機会にぜひ足を運んでいただければ嬉しいです。よろしくお願いいたします。ということで、私はですねライブに向けての体力作りということで、いつも何かね、始めるわけなんですよ。で、ライブが始まるとすごく体力が必要になってきて、声の回復っていうのも、体が疲れてるとどうしても声は出なくなるんですけど、体が元気だと声が出るので、今年はですねやっぱり楽しいスポーツをやらないと続けられないなって思ったんで、なんか思い立ちまして、まずゴルフの打ちっぱなしによく行くようになったのと、あとはテニスを始めました。意外でしょ。なんかね、その本当はバドミントンがやりたいってこのラジオでもいつも言ってたと思うんですけれども、バドミントンをやってる場所っていうのを見つけることが結構大変なんですけれども、テニスに関しては思ってる以上に調べたらたくさんクラブがあるんですよね。なので、あ、やりたいと思った時にも行けるなって思って、これは障害スポーツとして、抜擢一番向いてるんじゃないかなと思いまして、始めてみることにしました。テニストークなんかもね今後やっていけたと思いますけれども、私はマリオテニスは得意ですよということで、今週は和楽器バンドが日本の伝統芸能文化をサポートするタルボキンプロジェクト、こちらは日本の伝統芸能文化をみんなで、助け合っていこう、そういったような、コンセプトのプロジェクトになるんですけれども、ライブの方で酒だるをですね置いておいて、そこに、皆様に、募金にご協力いただいたもの、ライブの収益の一部を合わせて、寄付をしようという、そういったプロジェクトになっているんですけれども、今回は第3弾として岐阜県岐阜市の伝統工芸の一つである岐阜和傘への支援が決定いたしました。この後はですね、そんな、和楽器バンドのプロジェクトに関わる素敵なゲストをお迎えしてお送りしていきたいと思います。それでは今日の1曲目参りましょう。和楽器バンドで吉原ラメント。ライブの街は今日も深く夜のとばりかけてゆく、鏡向いて紅を引いて応じるまま吹けれるまま、大々色輝いた花、憧れてた求めいた、いつの間にか愛の花けれど私しましたのは和楽器バンドで吉原ラメントでした。鈴花優子の日本が好きになっちゃうラジオ。和楽器バンドボーカルの鈴花優子がお送りしております、日本が好きになっちゃうラジオ。さて今回ゲストにお迎えしておりますのは NPO 法人オルガンの理事長、カバユースケさんです。カバさんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日ははるばる岐阜県から
お越しいただいたんですね。いえいえ、お呼びいただきましてありがとうございます。こちらこそありがとうございます、はい、実は今回和楽器バンドが、日本の伝統芸能文化をサポートするタルボキンプロジェクト第3弾として初めてです、和楽器以外の、伝統工芸に、携わるということで、はい、岐阜県岐阜市の工芸の一つ岐阜和傘への支援が決定いたしました。ありがとうございます。ありがとうございます。本当に感謝しかありません。本当ですか、はい、いやありがとうございます。やっぱりこう道具とかも大事だから、私も舞の中で使わせていただいているので、はい、ぜひ次はどうでしょうかねという話をしている中で今回岐阜和傘決定して私も嬉しい気持ちです。そこで岐阜市長良川流域の文化地域づくりを支援する NPO 法人オルガンの、カバさんのお話をお伺いしていこうと思うんですけれども、はい、まずなんかこうどんなことに取り組んでいるのかというのも、はい、全くお聞きの皆さんもわからないと思うので教えていただけますか。そうですね、はい、はい、改めまして私 NPO 法人オルガンのカバと申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。岐阜というとほとんどの方がですね、はい、飛騨高山とか白川郷のイメージが脳内再生されると思うんですよ、うん、そうですね。でそれはね飛騨の国でございます、はい、我々は、岐阜県の南側にあります美濃の国で、活動をしております、はい、こちらはの3つの清流によって作られた、土地で、うん、川文化が非常に盛んなんですね、はいはいはい、僕たちは地域おこし今でいう地方創生の活動を20年ほどやってますけれども、はい、最初に川に、気がついたのが、うん、実は、以前鈴花さんにもお送りした水うちわという、はい、すごい素敵な今ね、あのね、はい、リビングにすぐ使えるに置いてあるんです。ありがとうございます。透明なんですよね、はい、であれ和紙でできてまして、和紙にニスを塗ると透明になり、それを長良川の船で遊ぶ船遊びの時に水につけて仰ぐという、はいはい、まあ、そういう風流な文化があるんですけども、何もないって僕も若い時思ってたんですけど地元に、そうですか。私は羨ましいぐらいです。そうですか。でも水打ち屋というものに出会いまして、こんなに美しいものが自分の故郷にあるのかと、はい、でなぜあるのかってことを探していたところ、うん、分かったのが川があるからだってことだったんですね、はい、川の上流には美濃和紙をすく美濃市という町がありまして、美濃ですいた和紙を川で運んだわけですね、はい、で、下流の、岐阜で、その和紙を使って美しい水うちわや、うん、日本に誇る岐阜提灯や、そして岐阜和傘、はい、そういうのを作ってきたという、この川がつないだ物語が、うん、私たちの地域の誇りだなと、はい、気づきまして、それ以来この長良川を軸に、はい、地域の魅力を発掘して伝える活動をずっと続けてきたと。私がずっとこう使ってきている剣舞で使う刀なんかも、はい、そのあたりで作っているものだったっていうことが後で、そうなんです。お隣関市は、はい、世界三大刃物産地の一つですからね、はい、提灯和傘だけじゃなくて刃物も長良川の恵みなんですね、うん、なんとなく岐阜のイメージなんですけど、そのね山を越えて隔ててそこに何かこう国があって、はい、そこですごく栄えてるみたいなそういうイメージを持ってる。栄えているかともかく、まあ、独自のね、はい、文化をこの川を軸に培ってきた国だとは思います、うん、だからそこに残って大切にされているものっていうのが、はい、間違いなく行くと、私鵜飼とか昔、はい、プライベートで、はい、実は行ったことがあって、それがすごいですよねそれこそですね、まあ、嬉しいです。バンドメンバーと行ったんですよ、はいはい、コートの胃袋清と、はい、尺八の上永大輔と、はい、近くに演奏旅行に行った時に、はい、うっかりどうしても行きたいとなって、そうで当時はまだ面白くて、私たち車で移動しながら自分たちで、はいはい、ライブ活動をしてたりしたんですね、はい、なので近くを通るからその流れで長良川行こうみたいな。若い人でそんな人なかなかいないですよ。さすが和楽器バンドですね。いやもうそれが楽しくて忘れられなくてですね、また行ける、そこでライブも今度待っていると、はい、いや嬉しいですよ。長良川国際会議場でね、はい、いやこんな近くまで来ていただけるっていうのがそう、はい、今回タルボキンもやるので、はい、行きましょうということで、実は、はい、急遽行くことに決めた場所が一つねじ込んでくださったんですよねスケジュールの中で。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます、はい、またね私も、はい、その鵜飼はねいつか行ってみたいなって思いがあるんですけれども、はい、何かこの皆さんに楽しみ方とかでありますか、はいね、おすすめ最高の遊びがありまして、はい、船の上に、はい、
芸妓舞妓を乗せてですね、であのお料理お酒を、まあ、コロナに気をつけながら楽しみつつ、はい、船のへさきで芸舞妓がですね、はい、うちわを持って踊るわけですね。これ織田信長もやったという船遊びでございまして、いやー、はい、いいですね。はい、私は実は京都では、はい、あの芸妓さん舞妓さん拝見したことあるんですけれども、はい、普通に行って頼めるものなのって思ってる方多いと思うんです。そうですね、はいはい、実際どうなんでしょうか。やはり京都もそうですけれども、はい、あの一元さんはなかなか申し込みにくい、はい、ということもありますので、岐阜で芸妓舞妓で遊びたい場合は、はいはい、NPO 法人オルガンで調べて、はい、うちに電話をしてくだされば手配いたします。はい、おー、そうなんですね、はい、なぜならですね、これは皆さん、うちでは今あの舞妓を育成しておりまして、はい、もともとやっぱりお茶屋さんですね、京都にはたくさんありますけども、はい、お茶屋さん、桶屋さんがあり、はい、岐阜にもたくさんの芸妓がいましたが、他の伝統芸能や工芸と同じように、うん、伝統的なものを受け継ぐというのは並大抵じゃなくて、ね、岐阜でも最後のお茶屋さんが、そろそろ閉店ということになりまして、はい、まあ、その芸妓さんの上の方々と一緒に次なる世代を育てようという、うん、こちらまた別の形でプロジェクトを行っております。はい、まあ、彼女たちと一緒に船に乗って遊ぶと、鵜飼という静かな川の上で楽しむ幽玄の遊びが、はい、まあ、それに至るまでに賑やかなお座敷遊びもあってですね、楽しいですよね。私最高なんですよ、体験させていただいたことありまして、はい、あ、そうなんですか。はい、いろんなのやりました。あ、お座敷遊び、ね、お座敷遊びを、はい、当選橋とかですか。当選橋もやりましたし、あの手元でこう、コンピラ船船とか、はい、いろいろやりました。ね、酔っ払ってくれば来るほどね、はい、楽しくなってきますよね。いや、本当に楽しいんですよね、はい、まさか私女性なので、はい、なんか行けないのかなと思ってたけれども、普通にあの楽しませていただけて、いや、今長良川の船やってても、はい、船遊びやってても女性の方が多いですよ。そうですか、はい、女性がなんか解放されて楽しんでます。本当でもおすすめで、はい、あの少しまたやっぱり残すという意味でも、はい、皆さんに楽しんでいただくっていうことはいいことだと、はい、思って大丈夫ですか。もちろんです。はい、はい、あの和賀さんもそうです。工芸も文化も新しいお客さんを今求めています。はい、和楽器バンドのこのリスナーさんみたいな方々がちょっと日本文化に興味あるとか、うん、そういう人がちょっと一歩踏み出して楽しんでもらえるお手伝いを、はい、岐阜では我々やっていきたいなと思ってますので、じゃあ、はい、もう気になった方はオルガンにお電話、はい、ください。いいですね。あ、いいですよ。電話番号ここで言ってもいいです。いいですよ、はい、058-269-3858 まで。はい、皆様メモできましたか。もう一度お願いします。はい、058-269-3858 です。はい、ありがとうございます。はい、というわけで、あの私もあの和楽器バンドのライブの中で、はい、作っていただいた和傘を使わせていただいていたりしますが、はい、本当にありがとうございます。いや、こちらこそ、まあ、出会いは初めての時はですね、ツイッターで、はい、素敵な和傘の写真を拝見しまして、はい、で私のファンの方々もこれは優子さんに合うんじゃないですかって教えてくださって、多かったですね、そういうつぶやきね。はい、はい、でそれを見てすぐに、はい、あの連絡先を探しまして、はい、ご連絡させていただいたのがカバさんとのご縁なんですよね。和楽器バンド来たってなりましたね、あの時。すごい、あの岐阜和傘界隈がね、はい、これから頑張っていこうっていうタイミングだったんですよ。若手 の、 あの河合美希子さんという鈴花さんの和傘を今も作って いる若い女性の職人さんなんですけど、はい、同世代なんですよね。そうですね、はい、あのこの間結婚しまして。あ、そうなんですね。おめでとうございます。はい、ここでおめでとうございます。桜和傘ですね、はい、あの桜の形をしたピンク色の可愛い和傘を作ってくれまして、はい、出雲大社で使わせていただいたんです。はい、ご連絡いただいたのが1ヶ月半ぐらい前でしたかね。そうかもしれないですね、はい、本番の。でもこの出雲大社のライブツアーで桜和傘がデビューできるぞとなりまして、あの結構急いで、はいはい、作らせていただきまして、でたくさんのね、はい、あのお客さんの目に触れることができて、でおかげさまで本当にあれがきっかけでたくさんの日本中の方に岐阜が和傘の産地であることとか、はい、こんな美しい和傘が作れるんだってことを知っていただくことができましても、我々が成長できた大きなきっかけになりました。全然その、あの私た
ちの力とかは全然そんなことないと思うんですけれども、本当に一緒に盛り上げていけるなっていう感覚をすごく私は肌で感じたタイミングではありました。そうですか、嬉しいですね。あの時はすごく、はい、楽しいなと、いろんなこう皆様にも、手に届くような和傘を紹介したりとか、はい、今後もそういったことをしながら、はい、行きたいなと私の思いもありまして、はい、それでいろいろこうカバさんから教えていただけることの中にパーツごとに職人さんがいて、はいはい、その職人さんがもう減っていて後進の育成に、はい、時間もかかるし、はい、というお話をいただいて、はい、ですので今回の樽募金でご支援いただくのは残り1人しかいなくなってしまったろくろという部品、ね、はい、そして残り3人しかいなくなってしまった傘骨、竹骨ですね、こちらの後継者をまずは育てないと、はい、実は岐阜だけではなく日本中の和傘が、この岐阜で生産しているろくろ骨を使っているもんですから、はい、我々が守らないと日本から和傘がなくなっちゃうってね、うん、この危機を、ぜひ、皆さんと一緒に乗り越えたいという、そういう形で今育成プロジェクトを始めておりまして、はい、はい、タルボケに関しましてはそういった後継者の育成にですね、うん、応援いただくような、形になっていくのかなと。実際ろくろ作られてる方、はい、今ご年齢おいくつぐらいの方でしたっけ、はい、うん、この間70歳、はい、あと3名の方は、80半ばの方と、うん、60代の方と50代の方ですねといらっしゃるんですね。そうですね。でそれ、はい、育成するためには大体、はい、その期間といいますか、はい、最低限自立できるために、ね、3年ですね。3年ぐらいかかると、はい、カバさんから見て、はい、そのろくろっていう部分を職人がすごく私見せていただいた時、はい、細かくてすごく技術が詰まっていると思うんですが、はい、それを例えば機械でやるもの、はい、作るものとの違いとかってどのように感じていらっしゃるんですか。やはり和傘の魅力は全ての素材が、はい、木であり、はい、紙であり、はい、土に還るものですね、はい、でしかも我々の長良川流域から、の山や川から、はい、生まれ出たものでできています、うん、はい、ですから例えばろくろというこの中心部のいわゆる要になる部分ですけれども、ここが金属になってしまったらここに入る竹骨は金属とこうやって擦れることになるわけですね、はい、そうすると今まで木でできていたろくろと竹の相性で和傘のこの閉じたり開いたりということがね実現していたものがやっぱり全く変わってしまうだろうなと思います、はい、うん、あとは実はあれ機械でそういった金属で代用できるように見えて、はい、実際に試してみた人もいるようなんですけれども意外に難しいみたいで、やはり昔から使っている材料で、はい、昔から作ってきた、作り方で作っていくことを継承しないと、うん、結局はやっぱり途絶えてしまうんじゃないかということで、やはり木で作る職人の後継育成をしようという結論になっております。ありがとうございます。いろいろ勉強になりますけれども、はい、次回の放送でも岐阜和傘について、タルボキンプロジェクト第3弾についてこれらを詳しくお話ししていきたいと思います。カバさん、いろいろ勉強になりました、はい、次回もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日はありがとうございます。ありがとうございました。それではここでお知らせです。和楽器バンドはパシフィコ横浜を、スタートとして全国ツアーを開催。全国30公演回ります。和楽器バンドエイスアニバーサリージャパンツアーインフィニティということで、コロナ禍での開催となりますので、いろいろと皆様にご協力もいただきながら状況を判断しながら、行っていきたいと思いますので、この機会にぜひお越しください。詳しくはホームページをご覧ください。そしてそんな、和楽器バンドですけれども、最新作は、スターライト EP 4曲入りのものが出ております、この中には月9ドラマ一系のカラスの主題歌スターライトをはじめ、テレビアニメマーズレッドのオープニング曲の、生命のアリアなども収録されております、全国ツアーの中でもお聞きいただける、ナンバーとなっておりますが、ダウンロードも行っておりますので、ぜひよろしくお願いいたします、そしてスザンヌ優子ソロのお知らせです。ビルボードさんが行う、コンサートイベントに出演することが決定いたしました。ダイワハウスプレゼンツ
ビルボードクラシックスフェスティバル2021、こちら9月29日水曜日、文化村オーチャードホールにて行われます。豪華な出演者、稲垣潤一さん、大黒摩季さん、小柳ゆきさん、中島美香さん、メイジェイさん、新妻聖子さんなどをはじめ、豪華な出演者がたくさんおられる中に、鈴花優子も出演させていただきます。オーケストラをバックに歌う、そんな機会ですので、皆様ぜひ詳しくはホームページをご覧ください。そして現在私の、鈴花優子としての楽曲2曲リリース中でございます。1曲は、和楽器バンドとはガラリと雰囲気の違った、バラードのナンバーとなっております。森山直太朗さんが作詞作曲を手掛け、アレンジを菅佐野さんが、手掛けてくださいました。カンパニュラという曲です。ぜひ YouTube にもミュージックビデオがありますのでご覧ください。そしてもう1曲、アニメピーチボーイリバーサイドのオープニング曲となっております。私この中で、アトラちゃんという、役の声優もやらせていただいております。今回は9メガヘルツサンドのフィーチャリング鈴花優子ということで、ダークスパイラルジャーニー、配信リリース中でございます。今日はこの曲を、聴いていただきたいと思います。9メガヘルツフィーチャリング鈴花優子でダークスパイラルジャーニー。お送りしてきました和楽器バンド鈴花優子の日本が好きになっちゃうラジオ、いかがでしたでしょうか。いや、日本人でも知らない現状っていうのがたくさんあって、やっぱり私もなんとなくはこう興味があることではあるので、知ろうと思うとですね、いろんな情報がこう入ってはくるんですけれども、意外と普通に、知らずに生きている方も多いと思いますが、今日はですね、直接、そういったやっぱり詳しい方にお話を聞くことができて、日本人として日本に住んでいるならば、あ、こりゃいいな、残しておきたいな。っていうものがあった時に、なんか知らず知らずに消えていってしまうよりは、知っているからこそ何かこうちょっとしたできることがあったらですね、なんか一人の小さな力の方が大きな力になると思います。誰かがこう一人で頑張っているものより、みんなの小さな力が一つになるっていう方がいろんなものの、大きな原動力になっていくんじゃないかなと思っておりますので、今日ちょっとあ、そうなんだと思ってくださった方々が一人でも二人でもいることを私は願っています。和楽器バンドの全国ツアーの中では今までにやったことがない和傘をたくさんお借りいたしまして、舞台セットの中でも、豪華に飾ったものが、見ることができると思います。私もいつも和楽器バンドの中で、和傘を、使って待ってパフォーマンスも行っておりますので、そういったものもぜひ、音とともに体感しに、来ていただければ嬉しいです。それではまた次回、お相手は和楽器バンド鈴花優子でした。